全国高校ラグビー大会への出場を目指す高校生たちが二十五日、県内で強化試合を行いましたしこの催しは県などが主催するイベントマッテロ花園の一環で昨日、東大阪市の花園ラグビー場で始まった全国高校ラグビー大会を目指す中高生の競技力向上を目指し 19日から4日間の日程で行われましたこのうち25日は奈良県はもちろん埼玉や岐阜などから高校生の8つのチームが参加し強化試合を行いました試合は1、2年生主体による新チーム 選手たちは花園でプレーするのを夢見て、寒さを感じさせない白熱したゲームを繰り広げましたラグビーのやっぱ普及ですよね、それからあとはまあ裾のの拡大、競技力の向上、この3つを大きく柱として、迫力のある子どもたちのぶつかりとか、歓声なんかが上がったら、私もなんかやってて、嬉しく思う次第です。